巨人朝の2打席連発、早く1軍に上げてよ阿部ちゃん。巨人弱すぎて巨人ファンいなくなっちゃった。朝のマジで覚醒来てるのに、若いからビンビンや。また育ててしまったのか。萩尾より打てそうやし、1軍上げたら朝のは下半身がアルトゥーベみたいやから期待できるわ。 NPB 興味ないわい。でも朝のと北だけはたまにウォッチする。さすが世代最強打者や。ちびっこやから選手寿命短そうやしは弱上げたってや。朝の本物やったか。早く1軍でバントしろ。バントできなきゃ1軍には上げらんね。この人も体が丈夫ならね。得体信者だから、なんか微妙な気持ちになってまは。岡田頑張れよほんま。森友くらいのバッターにはなれそう。早熟特有の捨て体質だから上げてもすぐ消えるんやろ。1軍来たら10打席もらって4、5回はバントやけど大丈夫か。そりゃ1-1、2塁でも敬遠されますわ。浅野が数年後に出てきてくれないと終わるからな。まあ序盤は怪我で出遅れての不調だったんやろな。ご視聴ありがとうございました。